皆さんこんにちは、夏目です。今回はですね、だいぶ前なんですけど、弟がこっちに遊びに来てた時に一緒に買ったものの、紹介をしていきます。まあ、一緒に買ったって言っても、僕が勝手に欲しいものを買っただけなんですけど、まず今回は、何個かあるので分けるんですが、今回はこちら、中古ショップみたいな、お店がありまして、まあ、前々からそのお店のことは知ってたんですけど、改めてよく見てみると結構いいものが置いてあって、また行きたいなって思ったんですけど、って言ってももう2ヶ月くらい行ってないんですけどね。まあ行っちゃうとね、そのお店に行ってしまうとね、そのお店に限らないんですけど、僕はすぐにお金を使ってしまうので、できるだけ出かけないようにしてるんですけど、ちょっと出かけるとね、すぐにこうお金使ってしまうので、自分をどんどんと追い込んでしまうので、できるだけ出かけないようにしてるんですが、まあ、ちょっとお金に余裕があったらまたそのお店行きたいなと思ってるんですけど、まずこの、ナストラップ。なんか罠みたいだね。モンハンとかにあるトラップみたいだけど、マスコットフィギュア。これはね、2009年。あ、カメラに映すとなんか色合いが違う。青っぽいけど、これ、真紫です。あの、アジサイみたいな色。懐かしいな。月刊少年エース。懐かしい。まあ、今でもありますけど。いや、中学校の時ね、中1、中2ぐらいの時に、ちょうど春日が全盛期の時代で、もう月刊少年エースといえば春日みたいな感じのイメージがあったんですけど、いやー、いろんな付録買ったな。付録ついてるやつ買ったな。あの、こう、置き時計とか、あと、胸像型フィギュアとか、ストラップとか、いろんな付録があったんですけど、あと、鈴宮春日ちゃんの憂鬱。まあ、これも鈴宮春日ちゃんの憂鬱ですけど、この前紹介した漫画ありますよね。まあ、それのストラップとか、いろいろ付録があって、いや、懐かしいな。めっちゃ懐かしい。語りたい。語りたいけど、時間があれだし、つか、同じ世代の人と語り合いたいね。で、まあ、その時の付録ですね。で、これ持ってなかったし、まあ、持っててもね、実家にある上に結構使い古してて汚かったりするので、で、この前ね、鈴宮春日ちゃんの憂鬱全巻買ったんですけど、まあ、動画出してますが、なので一応買いました。どうもナスです。いたー、いたー、かわいいね。こういうなんかイラストもいいですよね。目がこう、じと目みたいな。すごい書き込まれてる目もいいですけど、こういう簡単な、こう簡単に書かれた目も可愛いですよね。二次元ならではの。で、見れない。ちゃんとこう見えないんだよな。出てきた。こんな感じ。いいね、この目。こういう、すげえ簡単に書かれた目ね。ということで、これは鈴宮春日ちゃんゾーンにしまっておこうと思います。値札取るかな？ナストラップ。よいしょ。こんな感じ。うん。まあでも中身は多分未使用なのかな。綺麗ですね。はい。だいぶ長く話してしまった。で、次、このキャラクタースリーブ。今やってる魔法使いプリキュアっていうやつのサファイアですね。で、これなんで買ったかっていうと、今カードゲームやってないんですけど、これ Amazon で、4フォーム全部あるんですよ。未来もリコもっていうか、ミラクルとマジカルか。ミラクルとマジカル両方とも、ダイヤ、ルビー、サファイア、トパーズだっけ？の4フォーム、それぞれあって、まあ、8種類あるんですけど、なぜかマジカルの、サファイアだけ2000円くらいして、なぜか高騰してるんですよね。まあ、一番サファイアが、いいからなのかな。まあ、僕は別に全部いいなって思うんですけど、多分サファイアが一番人気なのかわかんないんですが、マジカルのサファイアだけ2000円ぐらいで高騰していて、なんでこんな高いんだよって思ってたんですけど、そしたら普通に700円で売ってたので、思わず買ってしまいました。多分新品ですね。新品です。はい。なので買いました。別にカードゲームやるつもりはないんですが、今のところ。コレクション的な意味合いで買いました。いや、本当面白いからね、これ。最近ね、まあ、ハートキャッチが一番個人的には好きなんですけど、まあ、プリキュアシリーズは一応全部
ある程度目は通してるんですが、ハートキャッチが個人的にダントツで、あ、でも魔法使いも結構いいんだけど、やっぱハートキャッチかな。で、スマイルも結構良かったんですけど、それ以降がね、ドキドキとハピネスチャージが個人的にはあんまりこう、うーんって感じで、こう、なんつうんだろうな、ストーリーっていうよりも、見た目がね、あんまり好みじゃなかったので、あんまりこう、心に響かなくて、でもプリンセスはトゥインクルが結構いいかなって思ったんですけど、まあ、最初だけ見てて途中からあまり見なくなっちゃって、でからのこれね、魔法使いプリキュア、まあスマイル終わってからっていうか、まあ、ハートキャッチ終わってからかな、ハートキャッチ終わってからあんまり熱がなくなって、まあ、スイートも見てたんですけど、そうハートキャッチほど熱がなくて、フレッシュで結構ハマって、まあ、5は小学校の時に結構流行ったんですけど、クラスで、5がそこそこクラスで流行って55になって落ち着いて、でフレッシュでまた中学校だったんですけど、結構クラスの男子で熱があって、僕自身もフレッシュ結構好きだったんですけど、パインが一番好きでした。でハートキャッチが個人的には今んとこ一番いいかなって思ってるんですが、でスイートも、まあ、結構見たんですけど、ハートキャッチほどそんなに熱がなくて、でスマイルも、まあ、見てたんですけど、弥生ちゃんが一番好きかなって感じで、なんだっけ、キュアピースか、ピカピカピカリンのじゃんけんぽんの人で結構面白いなと思って見てたんですけど、んでそっからあんま見なくなって、でプリキュア自体もういいかって感じ であんまり見てなかったんですが、なので、魔法使いをね最初全然見てなくて、どういう感じかも全然見てなかったんですけど、ちょっとこう見てみたら、あれ結構面白いってなって、でキャラクターも、キャラクターのデザインも個人的には好きなイメージっていうか、感じだったので、最近ちょっとまたハマってます。毎週ね、見るようにしてるんですけど、だから全部揃えたいんですけどね、揃えるとまたお金がかかるので、とりあえず高騰してるサファイアだけ覚悟しました。またすごい話し込んじゃったな、すいませんね、もう ただの雑談動画なんですけど、でねこれ返上、まあ、僕のツイッターフォローしてくださってる方なら知ってるかと思うんですが、これがねめちゃくちゃ面白いんですよ、変女っていうこの漫画。作者さん、フォローしていて、たびたびちょっとリプ送ったりとか、あと僕のツイート、変女に関するツイートを結構リツイートとかいいねとかしてくれる、作家さんなので、作家じゃないか、作者さんなので、結構ファンとの交流を大事にしてる方なんですけど、で最初男の人かなって思ってたら、まさかの子持ちの女性っていうね、びっくり、こんな男受け 100% のさ漫画を女性の方が、しかも子持ちの女性の方が書いてるとはびっくりしました。ね、名前がヨシルさん、コノギヨシルさんだったかな、いつもおはヨシルって言ってるんですけどね、朝この作者さんがね。でこれの2巻3巻で、これもまた話すと長くなるんだよな。まあ変女に関しては変女の動画を撮るつもりなので、まだいっぱいありますからね、あっちにたくさん積み重なってあるので、まあその時に詳しく話しますけど、ここ先に言っておくと、ここのジェットスターってついてるこのマークが、今ではヤングアニマルマガジンだかなんだかにこうロゴが変わってるんですよ。なので2種類あるんですよね。でこの時弟と買いに行った時は8月中旬ぐらいだったんですけど、返事を1冊も持ってなくて、その弟の友達に、教えてもらったんですよ。結構昔から交流のある人なんです、人っていうか子なんですけど、結構年下だからね、弟の友達なんですけど、年齢の割にすごい国語力が高くて、あの話していても同年代と見間違うぐらいすごい、しっかりした子なんですけど、その子にね教えてもらって勧められて、気になってたので欲しかったんですけど、この中古屋さんで見つけて、であの僕のね性格上どうしても初版が欲しかったので、買うんだったら初版が欲しいと思って、であるかなって、探してたら、まあ、中古屋さんなのでシュリンクついてない本がほとんどなんですけど、なぜか返事だけシュリンクこうついてて、でこっち剥がしてあるけど、まあ、こんな感じでね、袋詰めされてたんですよ。で初版かどうか、あの中古屋さんだから確かめられると思ったんですけど、まさかの確かめられなくて、思いっきりぴったりこう袋に入ってたんで見れなくて、でもこの帯、
帯的にこれは初版だろうなっていうことで、賭けに出ました。はい、でドン、はい、初版でした。本当に嬉しかった、これめっちゃ嬉しかった。よっしゃ初版だっつって、弟によかったねって言われて、よかったねって、そんなに嬉しいのって言われて、いや嬉しいよって、お前で言う、あ、弟なんか電子系の、なんだろう、電子工具とかが好きなんですけど、理科の実験みたいな、なんか導線とかつなげて、そういう、なんて言うんだろうな、理工学的なものが好きなんですけど、お前で言う欲しかったパーツがめっちゃ安値で手に入ったみたいな感じだよって言ったら、あ、なるほどって分かってもらいましたけど、しかも安かったんですよ、結構400円とか450円、定価よりも全然安くて、でこっちも帯的に初版だと、よしよし、初版初版で、めっちゃ嬉しくて、ジェットスターのロゴでこの帯がついて、で初版だとしても帯がなかったら、こういう状態だったらちょっと、惜しいって感じなんですよね。この帯も欲しいんですよ。わかるかな、わかるかな、この帯もね、その当時の帯が欲しいんだよね。でこの前コメント欄で、初版だと何か違うんですかっていうコメントが来て、あ、ついに言われちゃったがっていうね、特に意味がないけど初版で集めてる俺にとっては結構耳の痛い言葉なんですが、そう聞かれまして、完全に自己満足です、原産国がどこか気にするぐらいのレベルですみたいなこと言ったんですけど、まあそれの方が大事か、原産国どこか気にする方が大事ですけど、そんな感じですって言ったら、まあ、野菜とかのね、どこの県で取れてるかとか、そういうレベルですって言ったら、その方結構分かってくれて、で自分も今持ってる本のこう後ろチェックして、初版かどうか確かめてみたら、いくつか初版があって、で初版だとすごいなんか嬉しい気持ちになりました、なんとなく、分かりました、その気持ちが分かりましたって言われて、すごい嬉しかったです。なんか、あ、分かってくれたんだっていうね、このよく分からない収集癖、初版にこだわるっていう謎のこだわりを分かってもらえたっていうことがすごい嬉しくてですね、なんか動画やっててよかったなってちょっと思いましたね。で最近ツイッターとかで、夏目さんの真似してっていうか、夏目さんの動画に影響されて僕も初版を集め始めましたって言って結構報告してくれる人が、何人かいるんですけど、それもね嬉しいですよね。でだがしかしの漫画とか、あとはいろいろいろんな漫画の初版、君の名はとかね、初版買いましたって言って、こう報告してくれるんですけど、いやなんか嬉しいですね。動画やってないとそういうね報告とかはもらえないのでね、なんかすごい嬉しい気持ちになりました。モチベーションがかなり上がりました。皆さんもなんか、ね、他の人もそういう報告をしてもらえると嬉しいです。僕自身知らなかったこととかもね、あるので、いろいろこういうのありますよとか、グッズありますよとか教えてくれる人が結構いるんですけど、そういうのはねすごい助かります。あ、こういうのあるんだっていう知るきっかけにもなるので、ぜひぜひこれからもやってほしいんですけど、今回はもう雑談がほぼほぼ 80% ぐらいになってしまったんですが、とりあえず返上に関しては今喋ってしまうともう時間が30分くらいになりそうなので、返上に関しては返上の動画で語ります。とりあえず今回は抑えます。で、とりあえずね、今回は2ヶ月くらい前ですけど買ったものの紹介です。やっぱりたまにね中古ショップ行くといいですね、掘り出し物があってすごい楽しいです。ということで今回はこんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。でこのスリーブは、この前いただいた箱ね、このストレージボックスみたいなやつに、保管させていただきます。これちょうどいいんですよね、こういうなんかこうファイルとかできないちょっとかさばるものはこういうところにしまっておけるので、これ本当にありがとうございます。野中ゆずきさんだったかな、ありがとうございます。はい、これ大切にね使わせていただいてますので、動画見てくれてるかな、はい、ありがとうございます。